じゃあ日常的に結構そういうお兄さんに暴力とかって振るわれたりとかしてたんですか？逃げるちょっと前に任意検査薬でちゃんと確認をして逃げてきましたね。私は兄のお嫁さんではないし、みんなのもおもちゃとかそういうものでもないし、シェルターにもう入る予定がパッて決まったみたいな感じで脱走しました。脱走した、はい。福祉のパワハラひどくて、いっぱいある新聞よりもこういう文字しか書いてないのの方があったかいと。 Hello world, I'm Yuki-chan Japan. Today, I will interview to a homeless idolエゲンさん、こんばんは。はい、ゆきさんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。エゲンさんは家出されて、でそこから、まあ、ホームレスをやったりとか、あとは、まあ、いろいろ施設をなんか、まあ、転々とされたりとかってしてたじゃないですか、はいはい。そうなったきっかけっていうのは何なんですかね？2020年5月に家から逃げたんですけれども、その時兄と母がいて、兄が母に命令口調で、こいつを、私を明日取り押さえるぞみたいなことを言ってて、で何か何なのか分からなかったけれども、何か明日本当にやばいことが起きるんだなって思ったから、だから勢いで逃げました。なるほど。本当にやばいことっていうのは何かどんなこととかだったりするんですかね？いや、その内容については結局わからないですね。なんか日常からさ、そういうやばいこととかって家族にされてたりとかしてたんですかね？締められて、で、なんかここに手形ついたまんま近所の警察署行ったりしたんですけれども、でもなんか兄が頭いいんですよ。すごいなんか東大大学院卒とかで学歴もいいしみたいな感じで、で人当たりもいいしって感じで、だから警察は兄が首を絞めたのに兄のことを悪いとは全く思わなくって、だから私に歩いて帰れって言って、だから助けてもらえなかったし、だからそんなもんなんだなみたいな感じの日常でしたね。あ、なるほど。じゃあ日常的に結構そういうお兄さんに暴力とかって振られたりとかしてたんですか？まあでもそういうのはあっても、でも逃げるちょっと前に任意検査薬でちゃんと確認をして、それで大丈夫、逃げれるって思って、それから逃げてきましたね。任意検査薬使ってたってことは結構そういうことされてたって感じなんですかね？まあおかしなことが起こっていたっていうのは事実です。あ、それはやっぱりさ、あれですよね、もう強引にやっぱそういうことをされたってことか。そこからでも家を飛び出してなんかホームレスとかやられてたってことですか？そうですね、まあ、私はなんかずっと家の中にいて、それでなんか自由もなくて、それでなんか、母からしたらなんか小さい赤ちゃんみたいな変な扱いを受けたり、兄からはなんか、なんだろう、モラハラを受け入れるお嫁さんとか理想の彼女みたいな、そういう役割みたいな感じでいた。いや、まあ、今だったらそれはおかしいことだってちゃんと分かってるんですけれども、当時はなんかあんまり辛いっていう感覚もなかったけど、まあ、でもそういう本当にやばいっていう感じで逃げ出しました。じゃあ兄が実の妹のことをさ、奥さんじゃないけど彼女じゃないけど、なんかそういう存在に仕立て上げようとしてたってことですかね？変態ですね。いや、それはちょっとだいぶやばいですよね。そっから家出て、でまずなんかどことかでホームレスとかされたんですか？家出たすぐ後ホームレスをしたんじゃなくて、家出てちょっと友達の家に行ったらストーカーされたんですよ、親族ほぼ全員みたいな感じで。
親族じゃあそのお兄さんとかお母さんとかそういうのだけじゃなくて全員結構やばいっていう感じなんですね。あの多分式を葬式を取ってストーキングしてたのは兄なんですけれども、まあなんか友達遊んでた友達は家族に紹介なんてしてないのに、その友達の家の近所に静岡県に住んでるはずのおじが現れて、まあ、都内ですよ。それでなんか私のこと腕掴んでギュッてやって拉致しようとしてきたり、あと母はと兄と、まあだから少なくとも3人、まあ他にもいると思うんですけれども、警察に私が自殺しようとしてるとか私は頭がおかしいとかいろんなことをあることないことを言って警察に探させようとしたり、あと探偵使って居場所突き止めようとしたりしてましたね。探偵まで使ってたんですか？え、だって福祉事務所の人にもう探偵代にいくら使ったと思ってんですかって切れてましたもん。なんか切れ方おかしいんですけど。福祉事務所でそのまあなんだろう、兄たちが突き止めたってことですよね、場所。私がシェルターに入る直前に、多分探偵による情報で母と兄がちょうどのタイミングで福祉事務所に来ました。でついでに警察もダダーってなだれ込んできた感じで。あ、なるほど。本人としてはでもさ、そこはやっぱりかくまってもらってたはずのだけど、でもなんか探偵とかによってさ、その保護されてるってことがあからさまになってしまったっていうことだ。いや、まだかくまわれるかどうかっていう判定をしている最中に、だからギリギリまだシェルターに入る直前、本当に直前、もう1時間後には移動が始まっているっていうタイミングで探偵と警察と兄と母と、あと福祉と私みたいなのがバーって集まった感じですね。ああ、ってことはもうそれがバレたってことは、あのもうそこに入ることはなくなったっていうことなんですかね。いや、その時あの警察は私のこと頭のおかしい人だって聞いてたのに、話してみたら、え、普通に話せる人じゃないですかってびっくりされたんですよ。だからなんかどうも話がおかしいっていうことになって、なるほど。じゃああれ、そのおかしいってことでそのまま家でまた保護されて戻るっていう感じになった。あの大きな区役所に行った時に、まず私は何を困っているかも分かってなかったんですけれども、なんかストーカーされてるとかいろいろ言ってて、であので区役所のその生活相談みたいな人が、いや、あなたの家での暮らしはどんな感じだったのって聞かれたんです、うん、で私はありのままを何気なくこういうことでしたっていうふうに話して、でも私はあの兄のお嫁さんではないし、あのみんなのも、あのおもちゃとかそういうものでもないし、なんか母から見てもなんかお人形さんみたいな扱いをずっとされてるのはおかしいと思うみたいなこと でいろいろプロプロっと喋ったことが、もうそしたらその場の職員の人の顔がバーって変わってしまって、で あちこちに電話だシェルターの確保だわーみたいな感じになって、でシェルターにもう入る予定がパッて決まったみたいな感じでした。あー、なるほどなるほど、うん、じゃあ結構それだってやばいっす。だって見つかってもしさ、あの家とかに連れ戻されてたら、まあそれはまたさ、兄のお嫁さんじゃないけどそういうことされて、うん、でまあ、なんか明日何かあるっていうさ、なんかもっとすごいことされそうになってたってところだったんですもんね。で、あのその時、じゃああなたは何が嫌なのっていうのをズバリ聞かれたから、まあ兄それが嫌ですっていうふうに言ったら、一言言ったら事態がバーって動いちゃった。いや、でも私は一番それが問題だって確信していったわけじゃなくて、区役所の人がそう判断したってだけなんです。なるほど。うん。結局警察の人も別にどうもなんか私が必要としてるとか頭のおかしい人っていう事実がないぞっていうことで、結局は話が分かってくれました。なるほど。施設っていうのはさ、あの何ヶ月ぐらい住んでたりしたんですかね。合計で言えば、まあ5ヶ月に満たないくらい。それでも何箇所か行きましたね。何箇所か行ったんですか。何箇所か。やっぱなんかい
家族にバレたとかね、そういうの。いやいや、そういうのじゃなくて、シェルターは本当に秘密の場所なのでバレてないんですけれども、でもあの施設って大体滞在の期限があって、で私みたいな特殊なケースだとなんか早々行き先が決まらないのですぐに滞在期限来ちゃうんですよ。そこのじゃあ5ヶ月出た後は出たっていうか何かあったんですかね。あのちゃんと対処してなくて脱走しました。脱走した、はい、あの福祉のパワハラひどくて、だってそこって普通にさ、なんか子供とかをさ、それ何かくまうようなシェルターとかじゃないですか。あ、親子で来てる人もいましたね。え、そういう人も？いましたけど、うん、でもまあ私はあの DV の担当をしている福祉の方が、うん、あのいろいろあの担当してくださったんですけれども、まあちょっとその方があの。普段からなんか幼児語で話しかけてくるね、なんとかだよね、なんとかだよねみたいな感じで、なんか私をすごい子供みたいに扱ってきて、なんかおかしいなって最初からちょっと思ってたんですけど、うん、でもなんかそのうちなんかあなた百均やコンビニのバイトができたらいいわねとか、ずっとなんか私が話してもいないような、別にコンビニ志望ですとか話してないのにそういう話し始めて、コンビニのアルバイトがちゃんとできたらあなたにも人権が生まれますって言われて、え、人権なかったんだ、なんかそういう扱いだったんだって思って、なんか人として扱ってないような、そういうなんか完全に舐め切ったなんかプライドを下げるような感じのそうですね、あとなんか本当に困るような嘘もいくつかつかれて、本当に困ってしまったこともあって、あとあの施設の滞在期限中に行き先を決めるっていうのが、その時あの新型コロナウイルス流行ってたから難しかったんですよ、いろんな意味で。あの身分証明書の発行だって通常の何倍も時間かかるし、で行き先決まらなかったらもうなかなか出られないような施設でなんか10年くらい引きこもってればいいじゃないって担当さんが言って、で逃げたいんでしょ、我慢しなよ、私が我慢すればいいじゃない、あなた、あ、てか私ってのは私で、なんかあなたが我慢すればそれでいいじゃない、逃げたいんでしょって言って、なんかそれでなんか私が全部泣き寝入りすればいいっていうことを勧めてきたから、なんか それ逃げた意味あるのかなって思って夜中に脱走しました。なるほど、やっぱりそこでもうなんかペットみたいな感じで人権もなく扱われて生きる道がやっぱないっていうかさあの福祉の方全員が不親切だったわけじゃないんですけれども、でも現実的にあのその施設に10年引きこもって、確かあのなんか何も仕事も選べないとか着るものも選べないとか、そういう環境下で10年過ごすのが当たり前なんだよって言われるのはおかしいって思って、でもやっぱ女の子一人で、なんだろう、そのさ、夜にその人脱走して、まあ一人で、まあ例えばホームレスとかやるしかないじゃないですか。はい。そうやって生きるのってすごい辛かったり寂しかったりしないですかね。それはないですね。なんか、いやだって家でずっとそのままいた方がずっと惨めだし、不幸じゃないですか。あ、まあ家は絶対そうです。なんか、家から出られて本当に良かったなってホームレスの時に思ってたし、だからあの家に戻るっていうか それはないし、あの家にいたことがあの恥ずかしいとか不幸だった惨めだったっていうことはあっても、ホームレスになって悪いことっていうか、あの悪いことがいろいろ起きたとしても、それは家にいるよりはずっといいことです。あ、なるほど。まあ自由に初めて慣れたっていう感じ。自由自由、全然自由。ああ、そういうことか。あの施設抜け出した後に、その後って生活とかって大丈夫だったんですか？ホームレス。あの全然大丈夫じゃなくって、まあ所持金6万ですし、だから全然当てはなかったんですけれども、まあ寝カフェでしか安眠できないし、路上ではあのゆっくりは眠れないんで、でカフェで8時間入ってぐっすり寝て、であとは何だろう、河原でうとうとしてたりとか、そういう感じでしたね、公園とか。でもあのその時スマホだけは手に入れてたので、
だからずっとなんかネットで友達とか作ってて、でなんか女の子の友達とかだとなんか仲良くなると結構なんかで私が言えないって言うと「え泊まりに行けよ」とか言ってくれて、でだんだん泊まりに行ってるうちに宿代がかからなくなったり、なんかお礼に掃除とか洗濯してあげるとむしろ喜ばれたりとかしてましたね。あ、なんかそんな感じで、じゃあ友達にじゃあ結構助けられた部分だよ。あ、そうですね。なんか女の人だとなんか例えば可愛い系の服はもう着たくないから、うん、全部あげるよって、なんか結構状態のいい服をドカーンってくれたりとかするので、うん、だからそれでもう服なんかも綺麗なのがいっぱい手に入っちゃったし、うん、あ、それでホームレスとかしてもなんか綺麗さとかを保ってるって感じ。そうですね、なんか洗濯はちゃんとして、うん、お風呂にちゃんと入ってっていうことさえできてれば、うん、右レーサー保てて、でも本当右レーに保たないとやばいんですよ。右レーにしてなければいかにもホームレスですっていうような汚い格好してたら職務質問に合うじゃないですか、うん、職質で、まあ職質普通にされたくないものだとは思うんですけど、私の場合はまた別の事情があって、職務質問されてうっかり家族に連絡されちゃったら、うん、終わりだっていうのがあったから。あ、そうか、身元がバレちゃうとさ、やっぱ捕まって連れ戻されちゃうからっていうのは。そうだから、うん、たとえその日ご飯を食べるお金がなくっても右礼にすることだけは妥協しなかった。あー、なるほどです。じゃああれなんだ、そのなんだろう、ご飯代よりもさ、じゃあもうシャワーとか何コインランドリーとかそっちの方が重視してたってこと。そうですね、ご飯はもう最悪、まあなんだろう、ドリンクだけみたいな。ああ、まあ漫画喫茶のドリンクバーみたいな。あ、ドリンクバーだけで数日生きてたとかはザラでしたよ。あ、そうなんですね。はい。ああ、そっか。でもその友達とかのなんだろう、おごりっていうかさ、その助けとかだけで、うんうん、なんかお金とかって尽きたりしなかったんですかね。あ、でもなんかネットであれこれやってて、もういろんな人に声かけてるとポンってなんかこう数万円分の仕事とかくれたりするんですよ。お、うん、でなんかそれやって、うん、数万円ゲットとかやってて、でなんかあとは友達が助けてくれてみたいな感じで、うん、なんか女の子が味方になってくれることが本当に多くて、うん、なんかうちにおいでって言ってくれたり、うんうん、なんか今私一人暮らしだからしばらくいてもいいよみたいに言ってくれたり。なんかお金をくれる人とかもなんか仕事とかでいたってことですか。私はそういうパパ活とかそういう器用な真似はできてないから、もうダイレクトに名前もらったとかそういう経験は ないけれども、でもそのなんか仕事をくれる人っていうのはちょこちょこ現れたし、そういう意味で本当に助けてもらいました。そうか、仕事ってのはちなみにどういうこととかされたりしたか。まあ業種とかは特定避けるために言えないんですけれども、はい、あれはどこか職場に通うとか現場系とかそういうものじゃなくて、コワーキングスペースとかネットカフェでも全然できるやつ。あ、じゃあもう遠隔でも仕事を一応そのまあ、がちゃんと生活できるレベルではできてる。あー、ちゃんとか、まだまだ足りないけど、でもなんか人の手伝いとかもまあちょこちょこやってって感じです。やっと普通の仕事とかってまだだから飛車まずいとかバレるとかっていう危険性とかって聞いてるとかって思うかな。その危険性っていうか安全が保障されない限りはできないし、例えば雇ってもらって、雇ってもらった先に何かされたら、嫌がらせされたら、押しかけされたらって考えたら、そのせっかく雇ってもらった人に迷惑がかかるって考えたら、そんなことできないです。なるほど。収入は少なくても、そうやって、まあ、今いただいてる仕事でギリギリ生活するとかさ、そっちの方が自分の生き方には合ってるっていうか。まあそうですね、まあ、実際選択肢がほぼほぼそれしかないとはいえ、別にそれ自体に不満はなくて、でもアイドルで売れたい。あアイドルで売れたい、うん、
私みたいなのがニコニコして楽しそうにしてたら、なんかみんな辛いことって誰でもあると思うけど、辛いことがあった人がなんかこんなんでも頑張ってるんだから自分も笑顔になろうみたいにでも思ってくれたらいいじゃないですかって思って。そうですね。エゲンさんはまあホームレスとかやりながら、はい、アイドルの配信だとか動画とかやられたりするんですけど、はい、どんな感じで、まあ、動画とかアイドルとかやられたんですかね。確かにどうやってやるのって感じですよね。じゃあここ池袋なんで、あの池袋の街を案内しながら紹介します。でも行きましょう。池袋のネカフェとかよくいたんですけども、なんか兄からっぽい DM で池袋にいたよね、しばらくいたよねみたいなのが来て、いや気持ち悪くなってしまって、だから普段はもう来ないですね。なるほど、もう特定されてしまうし、だからその行って通ってたネカフェがだからバレてたっていうことね。バレてたのかな、わからないけれども、なんか今兄の会社その近くにありますしね。いや怖いです。悪く言いたくない。じゃあお世話になったネカフェにがそこなんですよ。カスタマーカフェ池袋西口店の。ここがですね、あのカレー生卵白いご飯無料でドリンクバーあって、であとシャワーも浴びれるし個室あるしって感じで、本当もうライフラインって感じでしたね。素晴らしい素晴らしい、もうあの感謝感謝あって感じで、カスタマーカフェさんのおかげで生き延びたと言っても過言ではないので、すごく感謝してます。かなり泊まったところなんですね。そうですね、すごい。あの時期によってはあの丸一日で2000円しないみたいな、そういうキャンペーンやってた頃もあるので、そういうのを情報をこまめにチェックしてあちこち行くのが得でしたね。はい、カレーとドリンクバーが無料食べ放題って、これすあ激アツですね。そう、これはだっていっぱい食べれますもんね。俺多分さ、ここ泊まったらタッパーに入れまくって持ち帰って、それはダメです。ダメです。それはダメです。でも卵もあるから栄養もあるし、すごく助かりましたね。ああなるほど。ありがとう。Wi-Fi があるのもポイント。そうかそうか。で、次は、あ、そうだ、あと、ちょっと戻っちゃうんですけど、ですね、私は、最初は主に配信で喋ったり、歌ったり、そういうことできることからスマホ1台でやってたんですけれども、この辺カラオケいっぱいあるじゃないですか。で、いっぱいあるんで、から、すぐにやめなさい。カラオケにあの長時間こもってカラオケ配信をしたりとか、そうですね、あの自分の誕生日に墓地で誕生日迎えたくないからってことで9月20日カウントダウンバースデー配信っていうのもカラオケでやってました。はい、はい、新聞、あの新聞は暖を取るのにいいんですけど、あの新聞の種類いろいろあるじゃないですか。あの写真とかカラーページがいっぱいある新聞よりも、なんかこういう文字しか書いてないのの方があったかいと私は体感しました。新聞なんかとくるまると結構あったかいんですよ。ふわっさあ、で、布団代わり使います。でも路上で安眠することはできないんで、なんかミノムシみたいにくるまってうとうとって休憩する感じです。
ところに巻くと暖かいよ。